100日エニアグラムを理解するシーズン2。今日はタイプ7の井上雄介さん、ノンスタイルの井上さんです。それではここにします。コロナ禍の前から、YouTube 作ってたみたいですね。11万人登録しちゃいます。で、まあ井上さんといえばもうナルシスト、自他ともに認めるナルシストですよね。もうもうなんかもうやばいですよね。もうナルシストで、ウィキペディア見てもその何て言うかな、人柄とかいうエピソードあんまりなくても、もうこれでもう十分でしょって感じですね。で、まあね、もちろんネタでやってる部分が大きいですけども、でも嘘じゃない、嘘でやってるわけじゃなくて本当にまあナルシストなんですよ。まあもうまとめも何もないですけども、自他ともに認めるナルシスト、タイプ7に間違いないと思います。